はい、どうもこんにちは。今回ですね、前回の質問コーナーの中で要望が多かった僕がどのようにして映像制作またアフターエフェクツを勉強していったのか、その勉強法について皆さんにね共有していきたいと思います。基本的に僕が普段どんな仕事をしているかっていうところからなんですけれども、テレビ CM とかウェブ CM の編集、まあ、いわゆる編集って言われるパートを主にやっています。で、僕は田舎暮らしをねしているので、撮影したデータが自分の手元にデータで送られてきて、それをこの今この事務所で編集して完成したものを向こうに送り返すというような流れで、基本的にはもう全リモートワークで仕事をしている感じです。で、普段はですね、テレビ CM とかウェブ CM のまあなんていうんですかね、ちょっとこう手の込んだような編集の依頼が多くて、まあ、モーショングラフィックスであるとか VFX であるとか、まあ、ちょっとしたねコンポジットみたいなところをやってます。コンポジットっていうのは合成ですよね。例えばグリーンバックの撮影をしてそれを背景になじませたりとか、そういった合成ものみたいなのをやってます。で、まあ、こういったものをどうやって勉強していったのかっていうところが、皆さんね気になるところだと思うんですけれども、でまずアフターエフェクツに関してなんですけれども、アフターエフェクツっていうソフトはそのできることがめちゃくちゃ多いじゃないですか。で、今例えば専門学生の方であったり学生さんであったり、これからアフターエフェクツを学んでいきたいっていう方にとっては、今ねいろいろ覚えていく中で自分がどれぐらいねアフターエフェクツを理解しているのかわからないっていうぐらい、まあ、本当にわからないことがわからないっていう状況だと思うんですけども、僕自身も本当に最初はそうでした。で、どんどんですね勉強していくと、アフターエフェクツっていうのはすごくね機能が多いので、やっぱね一個ずつこう点を打っていく作業なんですよね。で、知識を点としてこうたくさんたくさん打っていって、ある日ですねこういう作例を作ってほしいって依頼があった時に、あってひらめくんですよ。あ、これあの点とあの点とあの点を使えばこれ作れるじゃんみたいな感じでなってくるんですね。で、それを思いつくまでってやっぱりたくさんのエフェクトを使っていろんなものを作っていかないと、それって絶対思いつかないですよね。なのでアフターエフェクツの正しい勉強法っていうと、なんていうんですかね、自分がこういうものを作りたいっていうものがまずあって、自分がねやっぱ一番テンションが上がるものをひたすら作るっていうのが最初はいいと思うんですよ。で、まあ、例えば僕のチュートリアルで皆さんがやっていただいているのは、まあ、僕の中でですよ、僕が発信しているチュートリアルを作るのが楽しいというね思いを持って、まあ、僕はやってほしいなと思って、作例自体も今までの自分よりももっとかっこいいものが作れるとか、そういう心がワクワクするようなチュートリアル作りを心がけてるんですけれども、もちろんね海外のチュートリアルでたくさんそういうものがあります。で、僕自身も海外のチュートリアルを見て1日1個チュートリアルを消化しようと思って、フリーランスのね1年目はとても暇だったので、ずっとそれをひたすらやってました。で、そうするとたくさんねいろんなエフェクトを使ってこう点がまばらに打っていくわけですよね。で、1年ぐらいやっても約300個とかそんぐらい多分やったと思うんですけども、やった時に世間のですねテレビ CM とか、いろんな作品を見た時に、あ、これ本当にあのエフェクトとこのエフェクトでできるんじゃねみたいな感じで作例を見て自分で再現をするってやった時にそれが作れたんですよね。で、そのぐらいの時から、あ、結構俺いけるかもしれないと思って、そこからこう仕事をねたくさん受けれるようになったという感じなんですよ。で、また、どうやってね仕事を取っていったのかみたいな話は今後また次の動画でやっていきたいと思うんですけども、今回はね勉強法に絞ってやっていきたいと思います。まあ、アフターエフェクツに関してはそんな感じで点を打つ勉強法だと思ってひたすらやるということを心がけてください。じゃあどんなねサイトを使って勉強していったのかっていうところを紹介していきたいと思います。まず、アフターエフェクツからいきますね。アフターエフェクツ、まず VFX と呼ばれるいわゆるその実写に対して合成していくものですよね。そういったものを勉強するにはどういったところがいいかっていうチャンネルを紹介したいと思います。まず一つ目、言わずと知れたビデオコパイロットです。ここはですね本当にクオリティが高くて、そのビデオコパイロット自身いろんなね
プラグインとかを出してるんですけれども、そのプラグインの使い方であったり、その運営者であるアンドリュー・クレーマーっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方が無料のね標準のエフェクトだけでいろんなものを作るものを発信されているので、まずねこのビデオコパイロット VFX 系をやりたいという方はやってみるといいんじゃないかなと思います。続いて VFX 系2つ目、プロダクションクレートです。これは結構最近出たところなんだと思うんですけども、結構勉強になる発信をされてて、まあ、ビデオコパイロットよりはクオリティが若干低めなんですけれども、作ってねワクワクするような作品がたくさんアップされてるので、こちらのチュートリアルも、大変おすすめでございます。続いてモーショングラフィックス系でいうと Easy After Effects というチャンネルがあります。でこちらが結構、イラストとかいろんなね、ちょっとこうイラストチックなものとか手書きっぽいものとかのエフェクトの作り方なんかをたくさん紹介されてます。で僕が自分のチュートリアルで電撃のアニメーションとか煙のアニメーションとか紹介させてもらったと思うんですけども、そちらもねその Easy After Effects の中で作られてた技法なんかをそのまま日本語化して紹介させていただいているのも中にはあります。でそんな感じでですね、 Easy After Effects 本当にモーショングラフィックス系の中では多分僕はかなりクオリティが高くて、いろんなね展開汎用性もあって使い勝手がいいものが多いので、モーショングラフィックス系をやりたい方はこの Easy After Effects で基本的なシェイプとかいろんなエフェクトをどういう風に、モーショングラフィックスとかイラストみたいなアニメーションに落とし込んでいくかっていうのを勉強した後に、いろんなねモーショングラフィックスの作品を見て、自分でねいろいろ作品作りをしてみるといいんじゃないかなと思います。そしてちょっと番外編になるんですけども、Cinema4D、シネマ 4D 多分ねアフターエフェクツやってる方気になってる方多いと思うんですけれども、まあ、ソフト自体がねちょっとお高いので導入してる方はちょっとね少ないと思うんですが、学生さんとかは学生版でね、安く手に入ると思うので、これからねシネマ 4D 勉強したいっていう方は、ご参考にしていただければと思うんですけれども、まず一つ目のチュートリアルはグレイスケールゴリラというところです。でこのグレイスケールゴリラもう圧倒的にシネマ 4D のチュートリアルが多いです。そしてグレースケールゴリラの公式サイトの中でもいろんなねマテリアルであるとかいろんなアセットを販売しているので、チュートリアルの中で紹介されてたものがそのままね購入できたりするので、よりねなんかこう学習した後に実務としてすぐ使えるみたいな、そういうなんか欲張りセットみたいなのがたくさん準備されているので、シネマ 4D 学ぶ方にはおすすめです。ただまあシネマ 4D は公式サイトのチュートリアルがすごい充実しているので、基本的な機能は公式サイトのチュートリアルで覚えてもいいとは思うんですけれども、まあね、なんかそういった公式のチュートリアルってあんまりワクワクしないじゃないですか。だからまあ僕の個人的な勉強法としては、基礎的なことはもうとりあえずすっ飛ばして自分が作りたいと思うものをひたすら作っていく。で、そしてその後に復習がてら公式サイトのを学ぶというスタイルでいいんじゃないかなと思います。そしてアンドレイ・レブロフという方のチュートリアルです。この方ですねめちゃくちゃ作品のクオリティが高くて、海外のね、映像制作されてる方なんですけれども、本当にですね作ってる作品であるとかその映像制作にかける、心がけとか思いであるとかっていうのを普段ね発信されてて、 YouTube 見る時も自動翻訳で日本語っていうのが選択できるので、それで僕はねいつも見てるんですけれども、そういった中でどういうことを意識してシネマ 4D とかを使って映像を作ってるのかみたいなことがすごい勉強になるんですよね。でまあ上がってる本数自体はそんなに多くはないんですけれども、一本一本の情報の密度みたいなのがものすごく多いので、見た目はねめちゃくちゃいかつい兄ちゃんなんですけれども、発信されてることはガチで学べる情報なので、このねアンドレイ・レブロフという方おすすめです。続いて3つ目、ビデオスマイルというチュートリアルです。でこちらロシアの、ね、方になるので、 YouTube 自体は、ね、ロシア語なんですけれども、使ってるシネマ 4D 自体は英語版を使われているので、基本的には、まあ、英語版のシネマ 4D を使えば一緒の操作はできると思います。で、結構ですね基本的なチュートリアルをやられていて、いわゆるその公式サイトであるような基本的な機能であったりとか、ちょっとした小技みたいなのを紹介されていたり、最近ですとライブ配信で視聴者の方が質問したことに対して回答してたりするんですね。
で YouTube のとても素敵な機能で視聴者が質問しているコメント自体も日本語訳として、翻訳してくれるので、まあ、どういうことの質問に対してなんて返答しているのかみたいなのを見ると結構ね勉強になったりします。これがシニア 4D のチュートリアルのおすすめです。そして最後に撮影、照明、ちょっとした編集、まあ、プレミアで編集したりとかダヴィンチでカラーグレーディングしたりとか、まあ、そういった映像制作全般におけるおすすめの海外のチュートリアルなんですけども、まず一つ目はシネコン .net というところです。でもう本当こちらはですね、ちょっと何年 2,3 年ぐらい前に出てきて一気にブワーッと伸びていったチャンネルなんですけれども、メインの、ね、方がとてもいつもこう軽快に喋られていて非常にね勉強になるちょっとした小技小ネタみたいなのをいつもね発信されているところです。でなんか本当に何て言うんですか、僕らみたいな小規模で、作品を作っていく人にとってはすごいねためになることがたくさんたくさん網羅されているので、動画数はめちゃくちゃ多いんですけれども一本一本がねすごい分かりやすく編集されているので非常におすすめです。続いて2つ目、フィルムライオットというチャンネルです。このねフィルムライオットめちゃくちゃね何て言うんですか、紹介されている話が割とその映画制作とかそういうシネコンよりもちょっとガチめのハイエンドな話をねいつもされているので、まあちょっとね一歩ステップアップしたいっていう方にはおすすめの動画です。で情報量もめちゃくちゃ多いので、まあ、気になるね動画だけを見ていけばいいと思います。で同様にシネコンもフィルムライオットも英語をね自動翻訳で日本語にしてみてどういうことを話しているのかっていうことを見るだけでもかなり勉強になるので、日々ねそのこれまで紹介したチャンネルをこう何て言うんですか登録しておいて流れてくるものをこうポチポチと見ていけばいいんじゃないかなと思います。また YouTube の機能でそのチャンネルに飛んだらその関連するチャンネルみたいなのがたくさん出てくるのでその関連チャンネルなんかも飛んでみて気になったらチャンネル登録していくみたいなスタイルでやっていけばいろんなね情報が YouTube にのその登録チャンネルの中で流れてくると思うので日々そこからね気になる情報は取ってチュートリアルで気になったやつはやってみるというスタイルでやっていけばどんどんねアフターエフェクツであり撮影系であり編集でありいろんなね知識が包括的に増えていくのでいろんなものに役に立っていくと思います。で最後に、まあ、とはいえ英語なんで情報が全部受け取れるかっていうと受け取れない方もいらっしゃると思うんですよね。じゃあ日本語のねチュートリアルはないのかっていうと1個僕のおすすめがありまして、 Book という映像制作全般の知識を共有しているウェブサービスがあります。でこちらはまあ YouTube ではないんですけれども本当に特にですねダヴィンチリゾルブっていうカラーグレーディング色を調整するソフトがあるんですけども、その情報量に関してはもう多分ね国内トップだと思うんですよね。もうそれこそもう公式サイトに負けずとも劣らないぐらいの情報量がそのブックの公式サイトの中には詰め込まれてます。で僕自身も YouTube で公開してる内容をそのブックでね記事投稿してるので、もしね毎回こう YouTube で見る方もいらっしゃると思うんですけれども、記事でちょっとさらっと流してみたいっていう方はそのブックの中で見ていただけるといいんじゃないかなと思います。またですねブックって無料の情報もあるんですけども、有料会員登録するとよりね深い知識が学べるチュートリアルがたくさん揃ってます。でそのね有料のチャンネルの中にはさっき紹介したシネコンの方が体系的に撮影から編集までしっかりまとめた情報をちゃんとね日本語訳して、紹介されてる、動画であったりとか、あとは一眼レフカメラでの撮影の仕方であったりとか、もう一歩先を行ったシネマカメラでの撮影の仕方から編集の仕方、あとは音の調整の仕方とか、あとは音声収録のやり方、本当にですね映像制作全般における知識を一気にね体系的に学べるものになってるので、こんなこと言うとあれなんですけども、ちょっとした専門学校に行くよりはこのねブックの有料チュートリアル、確か年額2万ぐらいだったと思うんですけどもに登録して勉強された方が意外といいんじゃないかなと思います。でその分余ったお金を自分で機材とかいろんなものを購入して日々作品作りをしてアウトプットしていくという作業の方がもしかしたら実務で仕事を受けるには早いかもしれません。まあ、僕が全体を通して伝えたいのは、今回ねどうやったらインプットできるかっていう話をしたと思うんですけれども、その
インプットした情報を自分でアウトプットするっていうところまでが、映像制作における勉強なんですね。なんで撮影の仕方を学んだ、照明の作り方を学んだ、編集の仕方を学んだ、モーショングラフィックスの仕方を学んだってなったら、次はじゃあ自分でそれをスマホのカメラでもいいし、何でもいいんですよ。何でもいいので自分でアウトプットしてみると。で、自分でアウトプットしてみた結果と、その紹介してるチュートリアルの結果を見て何が違うのかっていうのを検証することが、一番ね、勉強になることだと思うんですよね。その自分が参考にしている人たちが作ったものと自分が作ったものの何が違うのかっていうところをひたすらね、模索していく。その映像制作ってやっぱりその8割作って8割から10割のクオリティアップの部分が結構ミソだったりするんですよ。で、そこの2割の部分が何が違うのかってところを自分の中でひたすらひたすら模索していくってところが生まれば、プロとアマチュアの差がどんどんこう埋まってきて、どんどんクオリティの高いね、映像になっていくと思うので、ひたすらこう点を打って、それがいつか線になるまでひたすら勉強していくという作業をしていければいいんじゃないかなと思います。まあね、本当に裏技みたいなのを紹介できなくて大変申し訳ないのですが、泥臭く楽しく学んでいっていただければ、未来がね、切り開けるんじゃないかと思います。ちょっとでもね、ご参考になれば嬉しいなと思って、この動画を撮りました。またちょっとですね、ここでアナウンスなんですけれども、このね、ブックさんが開催しているビデオグラファーズ東京っていうイベントが4月15と16日にあるんですけれども、僕もね、そちら4月15日16日両日で司会としてね、一部ステージでやらせていただきます。で、僕は4月15、16両日とも1日中いますので、もしね、お越しの方は僕にね、声をかけていただければ交流ができるので嬉しいなと思っております。まあ、参加費もね、アンケートに答えれば無料なので、ぜひね、皆さんお越しください。僕自身は4月15日はモーショングラフィックストレンドっていうステージと、あとは4月16日は確か AI におけるなんか映像の活用法みたいな感じで、 Adobe の方とお話ししていく感じになっておりますので、両日ともお越しいただければ嬉しいななんて思っております。本当にね、会場で僕のことを見つけたら気軽に、おーい、ダストマーンと声をかけていただければ、あ、こんにちはとお話しできると思いますので、なんかね、普段思ってる疑問とか、単純に一緒に写真撮ろうぜとかでも全然いいので、交流してくれると嬉しいです。というわけで、今回は映像制作の勉強法ということでまとめて紹介させてもらいました。また次回は、僕がね、映像制作をどうやって仕事を取っていったのかみたいな話をしていければなと思います。というわけで、今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。